こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画は僕の数ある動画の中でもですね、かなり重要度が高い内容になってますので、ぜひ最後まで見ていただきたいなと思っています。今回のテーマはファッションに大切なのはセンスではなくて情報だというお話をしたいと思っています。これはどういうことかというと、なんかおしゃれになるためにはセンスがないとダメなんじゃないかと思っている方がかなり多いんですね。確かにそれは半分合ってるんですが、半分は間違っています。確かにすごいファッショニスタみたいになりたいのであれば、センスというのはすごく重要なんですね。どのようにコーディネートするのか、どのように人との違いを出していくのか、ここは非常に大切なんですが、もしも皆さんが70点80点のファッションを目指すのであれば、そこまでセンスっていうのは重要ではないのかなと思っています。それ以前にファッションの基本的な情報、知識を取り入れていくことでおしゃれに見せることは十分にできるのかなというふうに思っています。じゃあどのようにしてファッションの情報というのを取り込んでいけばいいのかと言いますと、これにはいくつかの方法があるんですね。まず思いつくのはファッション雑誌だと思います。皆さんもファッション雑誌一度は手に取ってみたことがあるのかなと思いますが、まあ、中を読んでみると、そこには背の高いスタイルのいいモデルさんが服を着ていて、しかも一つずつの服が高いですよね。でセンスも抜群で、なかなか理解がしにくいものが多いのかなと思います。こういったものを読んで心が折れたりだとか、なかなか自分には難しいなと思う方も少なくないかなと思うんですね。これには理由があって、ファッション雑誌っていうのはそもそもファッションが苦手な方とかファッション初心者の方に向けた読み物ではないからなんですね。こういったものを読む方っていうのはファッションが好きな方だとかおしゃれな方だとか、もしくはファッション業界の方なんかがよく見るものなんですね。ですのでそこに並んでるものがベーシックなものだと物足りないんですよね。ですのでトレンドによったものですとか、まあ、見ていて楽しいようなハイセンスなものがそのファッション雑誌の中では展開されています。ですのでこれからおしゃれになりたい方がそういったものを読んでもなかなかですねヒントを得ることができないと言いますか、心が折れてしまうので、一番最初の段階でこれからファッションを頑張ろうという時にファッション雑誌というのはそこまでおすすめはしていません。そして2つ目の情報の取り方の手段なんですけども、これはインターネットの中から優れた情報を見つけるという方法ですね。これは非常に有効だと思います。僕が今語っているようなことだとか、ファッション雑誌に載っている情報とか、さらにマニアックな情報なんかは全てインターネットの中で見つけることができるかなと思っています。まあ、莫大な情報量がありますので、その中には必ず良い情報というのが落ちてるんですね。ただですね、あまりに情報量がありすぎて、その中からどの情報が正しいのかっていうのを選別するのが非常に難しいんですね。例えばインターネット普通に Google で検索するのもいいし、 Twitter だとか Instagram、YouTube なんか様々なツールがありますけども、これらをうまく活用しながら情報を取るというのは次のステップかなと思います。ファーストステップというよりは次の2つ目のステップとして取り入れてみると良いかなと思っています。はい、ということで3つ目の方法が実は一番大切で、皆さんに取り入れていただきたい方法なんですね。それはファッション指南本を使ってファッションの基本を磨くという方法です。まあ、そもそもファッション指南本っていうのはどういうものなのかと言いますと、僕自身も結構書いていたりするんですが、こういうもんですね。はい、僕もまあ今まで7冊ほど出版しておりまして、最近出したのはこういった服が面倒いっていう本であったり、一番これまでに売れたのは最強の服選びという本なんですね。こういった本というのはファッション誌と比較すると分かりやすいかなと思います。ファッション雑誌っていうのは基本的に流行、トレンドだとかそういったものを強めに出しているものであって、こういったファッション指南本というのは真逆ですね。ベーシックな知識、3、4年後に読んでもある程度基本っていうところは変わらないので、そういったものがファッション指南本というジャンルになるのかなと思っています。こういったものは本当にね、今から 5,6 年前から少しずつ盛り上がりを見せていて、もともとは女性のファッション指南本が多かったんですけども、最近ではこういった男性の読み物も増えているのかなと思っています。このファッション指南本っていうのは雑誌と違って、やはり1回出すと 3,4 年は読まれるものなので、ある程度ベーシックな内容をしっかりと書いているんですね。どういう服を揃えばいいのかですとか、服はどこで買えばいいのか、サイズ感というのはどこを気をつけて見ていけばいいのか、こういった部分をしっかりと押さえているのがこのファッション指南本というものになっています。ですので第一歩としてはこういったものから読んでみるのがいいかなと思っています。というのは、まあ、インターネットの情報と比較すると、こういった指南本を出すにはそれなりのこう経験だとか実績がないと出せないので、そういった点ではある程度情報に信頼性があるのかなと思っています。そしてこのような本なんですけども、やっぱり一冊書くには結構な時間がかかるんですよね。
インターネットの情報だと僕も毎日ブログを書いているので分かるんですが、割とまあ集中してしまえば1時間2時間ぐらいで書けてしまうんですね。それを何度も何度も編集することはないんですが、こういった本を書くには、僕はこの本を書くのに例えばもう1年近く時間をかけましたね。こちらの本も8ヶ月ぐらいかかってます。それぐらいの時間をかけて何度も編集をして、しかも僕だけではなくて編集者の方が入りながら内容をどんどん磨き上げていくので、そういった点のクオリティというのはある程度担保できるのかなと思っています。ですので、まずはファッションの情報を一から学びたいなと思った時には、こういったファッション指南本から読んでみるのが良いかなと思っています。このようなファッション指南本には実はたくさんの著者の方がいるんですね。その中でも代表的な方っていうのがある程度いまして、そのあたりの本をまずは読んでみると良いかなと思います。例えば MB さんであったり、星葉さんであったり、そして僕ですね。この3社というのはこのファッション指南本において結構コンスタントに本を出している著者なんですね。ですので、まずは大きい本屋さんに行ってですね、男性向けのファッション指南本のコーナーって結構あると思うので、そこに行ってそれぞれの著者の本をパラッとまずは見ていただきたいんですね。人によってどの著者が向いているのかは明らかに違います。僕の本が合う方もいれば、 MB さんの本が好きだという方もいるし、星葉さんの大人っぽいテイストが好きだという方もいるので、これは本当にどれが合うかは人それぞれなので、まずは本屋さんに行ってペラッとめくりながら自分がどの本を軸足にするのかを決めていただきたいと思うんですね。例えば僕の本が気に入っていただけたら、まず1冊を読んでいただきます。そしてその他にもですね、2、3冊読んでいただければ、僕が伝えたいこととかは確実に理解できると思うんですね。僕も7冊ファッション指南本というものを書いていますが、まあ良くも悪くもですね、言ってることは同じなんですね。少し切り口を変えながら伝えているだけであって、まあ、軸みたいなものはそんなに変わらないので、僕が伝えたいと思っていることは2冊3冊読めば確実に理解できるかなと思っています。そこでファッションの基本をまずはしっかりと身につけていただく。その後に皆さんが気に入っていただいている著者さんの、例えばツイッターだとかブログだとか YouTube を見て、さらに情報を更新すると良いのかなと思います。こういったファッション指南本はベーシックな内容を読み取ることができますが、やはりトレンドというところはちょっと弱いんですね。そこを補うためにはインターネットの情報、その方が発信しているものを摂取するのが一番バランスが良いかなと思います。ですので、まずファーストステップはファッション指南本、そしてその次がインターネットの情報というものを集めていく、このステップが大切だと思います。そしてこの順番でおしゃれの情報を集めていくと、確実に皆さんもおしゃれになっていくと思うんですね。料理をするときにもレシピを見ながら少しずつ知識を高めていって経験をしていくと、まあ確実に料理も上手になっていきますよね。それと同じようにファッションも階段を上るように少しずつおしゃれになることができます。その先に読むべきものというのがファッション雑誌なんですね。ある程度基本が抑えた上でファッション雑誌を読むと、その中で表現している世界観がようやく理解できるようになってくるんですね。僕自身もファッション指南本をじゃあ読むかというと読まないです。やっぱり初心者向けの内容なので、そういったものを読んでてワクワクするかというとそうでもなかったりするので、やはりファッション雑誌が読んでいて楽しいなと思うんですよね。ある程度ファッションの知識と経験を得たら、ファッション雑誌を見ながら自分なりの個性だとかトレンドというものを摂取すると一番バランスが良いのかなと思います。このような形で情報を摂取していけば、皆さんのファッションというのは確実に広がっていきますので、ぜひ試していただきたいなと思っています。まずはファッション指南本を読む、その次にその著者の方が発信しているインターネットの情報を見る、そしてさらにファッションを磨きたい方にはファッション雑誌を読む、このステップを経れば確実におしゃれになると思いますので、ぜひ試していただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。